一年お疲れ様でした。お疲れみんな、お疲れみんな、お疲れみんな。なんだって。今回は1年お疲れ様でしたということで、1年の振り返りというか、こういうものを喋りながら、まあちょっとまあお酒飲む人はお酒飲んだりとか、もうマジで記録に、そう、まあ食べる感じなんでね。2023年振り返っていくよ。皆さん手を合わせてください。いただきます。いただきます。とある事情でね、ぐっちゃぐちゃになりました寿司が。とりあえず乾杯しようや。おばあちゃん温度とって、乾杯。食べるわ。乾杯乾杯。ビール臭っ。俺無理この匂い。これも食べていいんだよね。食べていいんだよ。おいデブ黙れ。いただきます。いやこのイクラに精子かけると子供できるぞ。ご飯食べるのもいいんですけど、とりあえず振り返ってこいや。1年見事に何があったかと、一応大きい出来事というか、2023年1月、はい、特に何もなし。なおお1月から。いやマジで1万人達成してすぐじゃん。1月は登録者伸び失速。 TikTok もずっと停滞してましたね、その時は。で2月、うん、気まずいやつ上げ始める。はい、おお、あれめっちゃでかい。 YouTube 全然伸びんけど、 TikTok 何上げても伸びるんだ。そういう時期だったから、精神的には多分この3人とも楽だったんで、多分。てか TikTok を今まで横で上げとったんだけど、縦にしたんですよ。そうだね。あれが結構革命的だった。タイトル黄色になってね。あの時はまだ私はただの視聴者でした。それが今もう1ヶ月に1本も上がってない。ごめんねみんな。何投稿かどうかわからんけど、投稿はやってきます。 YouTube はマジで頑張ります。3月がタイトの卒論。はい、どの卒論生よりも頑張っとった自信あるもん。1年で13万文字書いたことないでしょ。手書き？あ違う、ワード、うん、ワードね。あれがあったから今編集できとると思う、正直。俺は卒論の1週間で終わったよ。こいつらマジでせこい。俺めっちゃ羨ましかったもん。あれっちが参加、イエーイ。3月退職できたから、そっから参加しましたね、うん、4月、2万人突破。おお、下ネタがマジでよかった。そうだね。あ、割りすぎ下ネタでおすすめに流れたのもあるんだって。気まずいやつの相乗効果。うん。そして小林就職カイトニート。俺は覚悟を決めてさ、働かないっていう選択肢をして、 YouTube 一筋っていう選択肢をしたわけ。なのお前は青木に就職した。お母さんが怖かった。オッケー、いい理由だ。小林が就職して、あ、撮影頻度落ちるなみたいな、ちょうどそのくらいに俺が編集始めたんで、多分めっちゃ覚えとんのが、全くストックがねえみたいな、開ける動画がねってなった時に、小林の早上がりの日にタクシーの企画やったって俺は。であれを撮った次の日ぐらいに開けなあかんくって、それ死ぬ気で編集したの覚えてる。まだ慣れない手つきで、その動画で繋いだわけやん、ストックを。そしたら小林が仕事終わりに電話してきて、ありがとうね。ありがとうねって言っとったのめっちゃ覚えてる。え、マジ？うん、それめっちゃ覚えてる。まあその時下ネタがもうすでにバズってたから、希望はあったね、確かに、うん、ただもうこっから面白い動画を維持してかなっていうプレッシャーもあったし、うん、その時はまだコントも上げとって YouTube で、長尺コントを。今見たらめっちゃおもろいって、普通に爆笑もんだよ、あれ。そうです、そう、それはおもろいよ。5月、4万人突破。おめでとう、確か。そうなんだよ、3万人も突破してすぐ4万人いったの5月。これもシンプルに定番のショートの影響もあったし、下ネタも伸び続けてた、ね、そうだ、あれの相乗効果マジでずっと。これは TikTok もねバズってね。そう、その時には多分もうフォロワー30万人超えてたやん。だって俺仕事中にレジしながら上げとったからね。これね、店長行かれたらめっちゃ怒られます。1時間経って見たら、おーい、バズとるやん、またへっ。そして初コラボで夜の独り言とコラボ。あ、初コラボ相手が大物だ。いや、ダメ元でネタバクんだみたいな動画上げたら、はい、まさかの DM で反応してくれて、コウ君が。それで会うことになりました。めちゃくちゃいい人や。5万人ぐらい。その撮影現場行った時もさ、全部やってくれたじゃん。カメラのセッティングだったりさ、そのどうしますどうしますみたいな、いろいろ考えてくれたやん、うん、本当に感謝しかない。6月、はい、カシコハウス借りる。おお、え、ここで撮った初動画がサランラップキス。そう、なんもなかったもんね、うん、正直あの時めっちゃバカバカした。カフェ買いにみぞとめっちゃ出とったんで、毎週ね、休みの日に。ありがとうね。俺感動したの、この部屋入った時に全部揃っとるやんって。ありがとうね。そう、それできたんだ電話。ありがとうね。その感じで、で、まあこの部屋があり、こういう動画も今撮れてると。できる曲も幅広くなったもんね。7月は鈴木の MV に参加。あー、あったあった。千葉の稲毛まで行ったよね、うん、スクワットさんとか、うん、メインフェイスさんとか、そういうことがやっぱ大事やん。ちょっとしたつながりとか、つながりが持てる。でそれでなんならチョッキともさ関係ができて、コラボも実現してるし、うん、鈴木さんともコラボできたしとか。いいよね、もう俺の気まずい顔が。あれマジすげえな、お前。俺が終電までなんつって8時に駅まで走っとったから、ね、もう帰りますって言ってね。 そして8月、はい、僕が退職しました。おめでとう。
こん時は本当に親に隠してました。でもお母さんには何月に辞めたって言ってるの？ん？ 10 月お母さんこの動画見たら渡すぞんかいって。あの時はお母さんにごめんね。そして、うん、切り抜きキャンペーンをやりました。第1回ね。そして8万人突破。ここで勢いがついた。正直あれやる前6万何千人とかで、ちょっと停滞しとったね。停滞しとった。平均再生数も1万ぐらい、そう、追加されました。面白いんだよね、やっぱ小林動画。中学校高校生の人は多分小林見たらキャラ好きだと思うのよ、うん、小林って沼るタイプなの。多分画面越しで見る分にはね。見て、見ちゃう。じゃあ、ハルチが見てあげてみて。そしたら照れるから。その反応よ。切り抜きキャンペーンご参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。あれでもう今の俺らがあると言っても過言ではないから。そうだよ、ない。そして、はい、これ本当最悪や。つぶつぶ旅行ボツ。ああもうちょっと喋らんで思い出すだけでイライラしてくるわ。隣のゴミのせいでボツになりました。最悪だあれ。最悪。ごめんね。いつも携帯でつむつむ旅行第1弾京都編を撮ってたんですよ、本当は。しかも結構おもろかったんだよ、普通に。いや、おもろかった。俺がパッツずっと出るところがね、おもろい展開満載だったんだけど、なんで動画に乗らなかったんやろ。なんかね、うん、うまくバックアップが取れてなかった。真っ先に焦ってインスタで出ましたからね。もうまた視聴者がいたずらでかけてきたバカがよと思って無視したんて。でもあれミンゾ俺のリアーカーにかけてきとって、マシャーなし電話返したら出た、届くかもしれない。水野の携帯が壊れたんだよね、うん、え、焦ったあの時。あー、焦った。水野の携帯壊れやすいんだよ。ウイレやるからだよ。じゃあお前のせいだ。ウイレやってる人わかると思うけどさ、え、めっちゃ熱くなってやめる人おる。今帰ってこねえよバカが。おもろーい年末最後におもろいボケー。 YouTuber には付きもんじゃない、このデータ消えたとかさ。しょうがないと思うわ。原因、うん、まあ、壊れちゃった後にバックアップ取れとればよかったわけやん。で、Wi-Fi があればバックアップは取ったの。でもこの家って Wi-Fi がないから、うん、バックアップが取らなくって、うん、できませんでしたみたいな。考えようかな。お話ししようかな。Wi-Fi 問題は、はい、解決してください。はい、そして9月、はい、10万人突破。今年で一番でかい。マジででかい。9月で年度目標を達成したから。嬉しかったね、あの瞬間。忘れられない、未だに。そして9月は、つむつむ旅行がちゃんと上がりました。はい、あれをきっかけに、サイン決めようやってなったよね。あのゴミみたいなサインを書いて。お前の小林なんてあれ何あれ。そして、秘密にコラボ。わー、もうあの時幸せだったね。わざわざ江南まで。はい、こんな田舎まで。で、まあ泊まってくとは言ってたんですけど、ただこの家を見てまあ無理だろうと思ったんでしょうね。その日に帰ってきました。はい、臭すぎてね、この家が。9月も結構暑い月でした。10月、はい、ジュギアさんとコラボしました。俺もでかい、めちゃくちゃでかい。コラボしたというか、あっちの動画に出させていただいた。すごい緊張してました。あの動画中も本当にありがとうございました。そして11月、視聴者の人に会いにつむつむ旅行。はい、2回目のつむつむ旅行、まあ、本当は3回目福岡に行きました。はい、想像以上にね、あのつむつむ旅行でね、例えば一人だけタワー行けないとか、一人だけラーメン食べれないって結構精神的に来るよね、あれ。ラーメンはよかったわ。福岡タワー行けんかったの、どんまい。マジで気づかったんだって。いや、あれ行けんのやべえ。でも見せたかった。そう、神回もっとね、すごいこのものを見せたかったわ。そしたらすっげえ微妙だった。おもろかったよな、あの夜な夜な二人でやっとる感が。高校生みたいな感じで。いや、普通にお前、エグいズルだからね。あの時にさ、タワーに行けなかったら、私の顔は思い浮かばなかったわけ。まったく。性欲。人たちと行ったご飯、人たちというか人と行ったご飯もめっちゃ美味しかったし、充実した旅行でしたね。いや、11月も結構分厚い月だったと思います。旅行行ったりとか、リカちゃんが久々出てくれたりとか。そして12月は、はい、今月チョキコラボ。いや、本当に楽しかった。同年代だし、やっぱそのなんて言うんだろう、ノリも合うんだよね。やっぱ俺たちのがいつもプライベートでふざけとる感じのノリもなんかチョキと合うから、なんかその初めてって感じがしんかったし、一番その居心地がいいコラボであったね。昔から友達みたいな感じだったよね。いや、そんな感じじゃない。兄弟だから、小林が次男だから、アキラが三男、ハレが末っ子。私はおばあちゃん。このミスバッキンが切り抜きキャンペーン。あ、切り抜きキャンペーン。やってるね。切り抜きキャンペーンやったね。今実施中ですね。ちょっとマジでお願いします。個人的にはまあワンピースカードにハマる。はい、はい、いや、間違いねえわ。まあワンピースカードブームというのがかしこちゃんに来まして、やらない意味がないですよね。ないですね。なんか仕事ください、ワンピースカードの。来年の方法軽く喋っていこうかじゃあ。はい。来年から少しちょっとショートとか YouTube のああいうのもちょっと織り交ぜながら。登録者とか再生数増やしていければいいなと思うものと、やっぱあとは TikTok ちょっと復興したいなっていう。確かに。あとはコラボだね、はい、そこ大事だね。何かあった人とコラボしていって、まあ少
少しずつ大きく前進というわけにはねいかないと思うから少しずつ頑張っていきましょう。俺は個人チャンネル作りたいよな。え、何やるんすか。いや、主に、まあ、3月の末かまた告知するんですけど、どっかでオフ会があると思うので来年はね、はい、はい、ぜひ皆さん来てください。お願いします。お願いします。それでは皆さん、今年1年お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでまた来年から頑張っていきましょう。はい、はい、それじゃあ良いお年を。良いお年を。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、いいね、たくさんよろしくお願いします。はい、あとハルチとかしこチャンネルのインスタグラム、はい、TikTok のフォローの方もよろしくお願いします。今回が重要です。本当に重要です。はい、皆さんのクレジットカードの番号、暗証番号の方送ってください。ありがとうございました。あとアナの欲しいものリストも送るので、プレゼントいっぱい送ってくださいね。そうですよね。なんかやっぱ右から左にやっぱ音が流れて入ってたので、そうそうそう、受け取りやすかったんです。そうそうそう、そのやっぱ金麦、金っていうのはゴールド。それじゃあまた見てくれよな。やっぱポテトチップスってジャガイモからできてる、コーラっていうのは黒いんですよね。この器がやっぱこの発泡スチロール。